ですね。ツイッターでね、面白い記事を見つけたのでね。はい。今から紹介したいと思います。で、正解に、この記事なんですけど、正解にしてあげたいセンスを感じるテストの珍解答48個総選挙っていうやつですね。じゃあ、早速見ていきたいと思います。まずは、書きなさいって言うからたくさん書いたのに、有機物をできるだけたくさん書きなさい。有機物、書きなさい、書いて。よく見てください。下に緑虫の絵を描きなさい。原寸大。右の回答の不備が見当たらない。父ちゃんは、次の文章を読んであなたの思ったことを書きなさい。父ちゃんは駅のホームで裸のまま俺を指し出した。父ちゃんは変態かもしれない。次の慣用句の意味を答えなさい。大は小を兼ねる。大便をするときは一緒に小もね。親子の共闘はありえない。強い意志を持つ。父ちゃん、父と戦闘に行く。トンダイム。手の動きの言葉、叩く、すねる、書く、折る。好き。好き？どういうことや？ちょっとこれよくわからんな。一概に否定。2月14日のバレンタインデーに女の子が好きな男の子に、あげるもな、爪の切ったやつ、こういうやつ。なんじゃこれ。こんな子がおるんか。もし、何々ならを使って文を作りなさい。もしもし、ならの件の、まさかだろうを作ってみる。まさかり担いだき。よくこんな思いつくな。反対に書いたやつ。反対の意味のこと。小さい。いさいち。あ、そういうことか。遠い糸。触れない力。非接触力を三つ書きなさい。静電気服。お。超能力。なんじゃこれ。自慢する。なんじゃこの棒人間は。次の四字熟に当てはまる。品川法。面白。消防署の人が24時間交代で働いているのはなぜですか？ずっと起きてたら無理があるか。面白いなぁ。やべ、面白い。過去の人が言うとこうなる。ん？あ、次の英文を過去の文にしなさい。I live in Edo。そういうことか。江戸か。この発想、下のお寿司を完成させなさい。ああ、そういうことか。気持ちよ。浴衣を、いや、待てよ。詳しい事情を、後で、聞きます。いろいろと、あ、そうか。いろいろとギネス。富士山の高さ、キロメートル。遠足で歩いた道のり、8センチ。鉛筆の長さ、17メートル。どんな間違いや、プールの25センチ。1時間に歩く道のり、4センチ。上から、先生が降臨。降臨するか。先生が空を敬語にしましょう。先生、氷。土管、土管、兄弟。この、童話は、怖かった。絵を見て 3×4 の式になる掛け算の問題を作りましょう。お皿が4枚ありました。
リンゴは12個ありました。お皿とリンゴを3つ、3個、お皿にリンゴを3個ずつ乗せました。全部で何個？ああ、なるほど。私、僕ち。めっちゃ知ってるんだから。温泉知識。温泉をめっちゃ知っている。ハードディスク、DVD ドライブ。スコンブ。スコンブ。メモリアロン。確かにスコンブに見える。中二。世界はなんでできているのか。愛と憎しみ。なるほど。よし、ちょっと半分来たんで24個。一つの動画はちょっとこれで終わりたいと思います。ちょっと長くなんで。では、次のまた実況で。